ました。片山美雪。ね、どこまで行くかというと、その立山三山で一番有名な雄の山とか小山という3003メートルの山があるんですが、そこまでずっと祠が続いてきます、はい、立山自体の階段ですね、はですね、奈良時代、で佐伯さんという方、佐伯少年が山を開いたと言われているんですが、まあ、よくある話なんですが、富山県の中に地方鉄道という、富山地方鉄道というのがあります。私鉄ですね、ここは代々佐伯家が社長をやっています。でこの辺、立山、界隈ですね、住所がですね、
ありがとうございました。皆様、ここから木道入りますので、滑り止めにですね、こういうのついてます。この青ったとしても滑らないように、ちょっと気をつけてほしいんですけど、ちょっと高くなってます。その辺、一生懸命走る方が多いので、ライフティングに、お願いします。じゃあ行きます。で、ここをですね、結構花が綺麗なところなんですが、ここは中入れます。天井の下では入る。一人入れないです。そうですね。本当数分ぐらい前までシングルマがこの辺ずっと真っ直ぐだったんですけど、花びらがほとんど落ちちゃってます。あれみんなシングルマが。そうです、花びらが落ちちゃってるんですね。はい。
と黄色いお花があるかと思います。こちらにもあります。あとこちらもあるんですけど、宮間近郊で探したらなかったから、違和感がある。間違いないと思う。ああ、これもそういう感じなんだね。ああ、はは咲いたんですけども、花なくなっちゃった。なくなっちゃったね。はい。ちょうど開いた頃が一番綺麗なんですけどね、だんだんちょっとお花が汚くってなってきたんですよ。そうなんですね。はい。大手とかですと5月6月が水場所がちょうどなんですけれども、大手よりこちら標高がですね約 500m 高いんですね。はい、これね、もともとそんな大きくなかったんですけど、だんだん大きくなって花がこう落ちてきて、はい、皆さん
最初にお座りいただいたところから正面見ていただいたのが同じ景色になりますので、あれやっぱり見えんだ。見えます。綺麗に見えます。はい。疑ったんだけど。はい、昨日も夜景はすごい綺麗に見えましたので、はい。ぜひ中からでもご堪能いただけるので、はい。でですね、雲で全く見えなくなっちゃったんですけど、あ、右側にですね、桑崎山という山があります。あんまり有名な山ではないんですが、戦国時代に富山県、今の富山県を領有していた薩摩成政という武将が、あの山のどこかに壺に金塊を入れて投げたと言われている、はい、なんかよくある話ですね、はい、あんまり有名な山じゃなくて2000メートルちょっとの山なんですけど、非常に登りにくい山で、道もすごい悪いです。だからあんま登る人はあんま聞いたことありません、はい。向こう側が丘があるんですけれども、あの丘の向こう側にですね、北アルプスで一番綺麗だと言われる、薬師岳っていう山があります。はい、標高でいうと3000メートルちょっと切りぐらいの山なんですけれども、非常に綺麗な山です。こちら見ていただいて大日ですよね。でここは弥陀ヶ原で阿弥陀様で、薬師岳で薬師如来さんなんで、山岳信仰の地です。で室堂に行かれて見ていただく山の中で最初に見るのが立山三山と言われる山なんですけど、立山というのが日本三霊山の一つ、もう一つが、もうあと二つあるんですけど、もう一つがあっちの方にある石川県の白山、あと、日本で一番高い山の富士山、これが日本三霊山になります。バスで上がってきていただきたいんですね、ところどころに道の両脇にあれがずっと続いてます、はい。最後はですね、どこまで行くかというと、この立山三山で一番有名な雄の山とか五山という3003メートルの山があるんですが、そこまでずっと祠が続いていきます、はい。立山自体の階段ですね、はですね、奈良時代、佐伯さんという方、佐伯少年が山を開いたと言われているんですが、まあ、よくある話なんですが、富山県の中に地方鉄道という、富山地方鉄道というのがあります。でですね、ここは代々佐伯が社長をやっております。でこの辺、立山、界隈ですね、住所がですね、みんなどこ行っても、この広大の時はですね、足倉寺っていう、住所になってます。はい、この足倉寺はですね、この佐伯